ナルシス・テオフィール・パチューヤー、ナルシス・テオフィール・パトゥイラールは、フランスの薬剤師、金類学者である。ジュラケンのマコルネに生まれた。ブザンソンで学んだ後、パリの薬学高等学院で学んだ。1884年に資格を得て、その後の40年間、フランスの各地で薬剤師として働いた。1893年から1900年の間、薬学高等学院で、 金類学の助手を務めた。1920年には、イギリス金類学会の名誉会員となった。金類の分類学研究の権威であり、非常に多くの金類の記載を行った。250ほどの論文を執筆し、特に、ブラジル、ジャワ島、ニューカレドニア、メキシコなど熱帯地域の金類の研究で知られる。シノキンモンの金類の名、パトゥアリエラスペグや多くの種に、 検名されている。パットは植物の学名で命名者を示す場合に、ナルシステオフィルパトゥイラールを示すのに使われる。ありがとうございます。